はい、皆さんこんにちは、ただいま札幌市内走行中、札幌新道ですね、これ、はい、もうすぐ札幌北インターチェンジから高速に乗るというところです。このチャンネルで僕が車運転しながら動画回すのは初めてかな。はい、このゴールデンウィークは、はい、このゴールデンウィーク出かけないつもりだったんですけれども、外へ出ると時折雲の切れ間から日差しが出て、まあ、風は冷たいんですけれども、なんか出かけようかなという気分になりまして、今高速に乗ったところです。本日はこのまま追分町じゃないな、安平町の出子市がある道の駅までドライブがてら行ってみようかなというところです。電車で行くなら、特急十勝に乗って南千歳の次の駅の追分っていうところで降りたら歩いて行けるような距離みたいなんですけれども、道の駅ですから、ね、車で行きましょうよというところで今運転している次第でございます。そんなこんなで安平町へ向かいたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、道の駅安平 D51 ステーションでいいのかな、出子市ステーションかな、はい、到着でございます。はい、ここにキハ183、214という車両が置いてあります。ね、国鉄時代のカラーリングに戻されて、好きな人は好きなんでしょ、はい、僕はこの形の車両ね、あんまりいい思い出がないんです。特急十勝がこの183系の電車だったんですけど、帯広へ行く用事がある時、できるだけそれを避けて振り子のスーパー十勝を狙って乗っていたものです。はい。まあでも、ね、好きな人は好きですから、はい、国鉄時代の、塗装で綺麗な形で残ってますよ、本当に、はい、で追分機関区となってますけど、この中に D51 が蒸気機関車が入ってます。で、はい、道の駅ですからトイレがあって売店があってイートインのスペースがあってということで、今日はやっぱりすごい混み合ってますね。駐車場も警備の人が出ておられて、はい、で中もね、じっくり撮影なんてできそうにないんで、まあチラチラと撮影しますけどね、はい。はい、そんなこんなで屋台みたいなのも出てるんで、このあとなんか美味しそうなものをちょっと購入してちょっとだけ楽しんでから、札幌へ帰りたいと思います。来たばっかりですけどね、いや寒いんですよ。風が吹いて、いやいやいや寒い寒いね、
ということで、すいません、こんなバタバタですけれども終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼します。